チラシ受け取る荷物がありましたら、乗務員または駅係員までお知らせください。なお、この電車の一番後ろの車両は携帯電話電源落ち入れです。またそれ以外の車両でもあらかじめマナーモードに設定の上、車内での通話はご遠慮ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
大阪モノレールはお乗り換えです。次は上新町に停まります。
客様にお願いします。持ち主不明な荷物がありましたら乗務員または駅係員までお知らせください。ご乗車ありがとうございました。淡路です。
市、神戸、宝塚、箕面方面はお願いです。重曹の次は終点です。車内にお忘れ物ないよう左側へお降りください。